裏取れた。おお。どうも皆様こんにちは、グリードです。また3月6日に COD クリエイターズパーティーというね、いろんな配信者を呼んでの COD イベントを行います。またすんごいね、ゲストさんが、多分皆さんも驚くようなゲストが来ると思うので、3月6日楽しみにしていてください。今回はね、久しぶりにカスタム構成の紹介です。いや、今回紹介するのは正直ね、僕はこのゲームで一番ね、OP だと思う構成になってます。まあ、これですね。ローブレイカーでのクリンコフとタンドラの二丁持ちっていうね、しかもゴーストと忍者もつけれちゃうっていう、もうゴースト忍者のフラジャケっていう、正直このゲームで一番必要な、パークがね3つつけられる上に SR と SMG 持てるっていうね、もう正直これ最強だと思います。本当に。そして CDL でもルール上はねローブレイカー使えるんですけど、まあいわゆるあの GA ですよ、この前動画でも話した GA で、まあ、ローブレイカー使えないんですけど、まあこれに関しては GA でいいかなと思ってます、僕も個人的に。まあアタッチメント構成はもう皆さん知ってると思うんで、まあサクッとねこんな感じで流していきますね。まあ SR は、なんかこんな感じになってますけど、正直まあ自分も何がいいのか一番ちょっとよく分かってないんですよね、スナイパーに関しては。とりあえずなんか適当につけてます。というわけで今日の動画もよかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。さあというわけでやっていきましょう。さあちょっと回線ラグいね、この部屋。あ、反射出ちゃった。おっ、当たってないそれ、ミスったんよ。さあお次は攻めですね。まずはね2回ちょっと来るやつ見ときましょうか。2回来ないっぽくない？来てないっぽいよね。でも多分ね、の本当公開マッチのね、あ1人 A 行ったね。めっちゃセンターじゃなくて B 多いんだよな。あ1枚 A にいるね。それやっちゃいたいな、正直。この人はね、スナイパーカット。残り B だと思うんだよね。急いで行きましょう。2v2 の状態。もう A はクリアリングしないっていうね。駐車場は見えないな。角も見えない。あれ？あれ？これなんか、地雷かな？あ、2階に赤点出てる。ナイス。あれ？いやー、なん、設置してくれるかな？ラストワンどこだろう？あ、いたね。ランチャー RPG 構えてたって。あ、でもこっち、あ、二人もいないのか、こっち。ほんとにみんな B ね、攻めも守りもみんな野良の方ね、B 行くんだよね。よいしょ。どうだ？さっきの、あの頭だ、あ、やっぱ乗ってるな。オッケー。で、さっきのセンターの頭は？いるね、いるね。もう同じポジは使えませんよ、と。これ味方が取ってるな。ワンチャン A 来てたりとか可能性はなくはない。クリアリングして見えませんね。駐車場で赤点出てるから、2階いるね。カット。ちょっとプッシュしていきましょう。多分ほとんどあと駐車場だと思うんだよね。だから、こっち走ってって、走ってって、この辺だな。方がやってくれた。あと一人。ここいない。おう、ナイス。早ーい。ちょっとな、駐車場の敵も倒したかったな。どうですか皆さん、A 行きませんか？ A 行きませんか？どうですか皆さん、A、どうですかね？ A もいいですよ、結構。毎回 B はちょっと、ね、ただ当たるだけになっちゃうからね。1枚いる気がするんだよな。どうだ？設置いけそうじゃない？これ。
あ、いけるな。設置して、敵対取っちゃおうかな。はい。レッツゴー、カウンター UAV オンライン。うん。向こうで赤点出てるね。奥、最奥いないってことは、向こう回ってるな。やっぱり。あと二人。裏だと思うんだよね。やっぱそうっすね。多分設置解除間に合わないと思う。あと一発。イエーイ完璧すぎー外したけど爆発で1キルということで、さあもうすでに5000スコアいっております。あのね、スコアスイングミスってね、なんかカウンター UAV エアパとオービタルって謎構成してるんですよね、今。さあ、まさかのサーチでオービタル出すことができるのか？さあ、今回はね、シンプルに2階を取りに行こうかな。この SMG で立ち回る、あ、SR でね、思う存分立ち回った後に SMG で突っ込むこともできるっていうね、このクラスですよ。ほっほっほっ、多すぎ多すぎ多すぎ、ちょっと待って、ちょっと待って、ショットガンに3人やられたんだけど。ちょっと待ってくれ。何あれ、ちょ。こっちもショットガン。なんか急にあんな来ると思わなかった。急に増えたんだけど、敵が。いやー、まさかここで落とすとは。いや、3人、なんかやれそうな感じあったよね。なんかやれそうだった。なるほど。敵はね、ショットガンっていうことで、ちょっと普通にね、A サイド？じゃあ、A サイドの A サイド狙った方が良さそうだね、これね。あ、UAV 出てきたけど、こっちには、エアパトロールがありますよ。味方が一枚やられたか？味方がすごいキルしてくれてる。まあ普通に設置、また A 設置いけますね、これ。OK。ラストワン。They are down to one. Crush them. お？おらおらおら、外しちゃったけど。なるほど。そっちだったか。さあ、サーチ&デストロイでまさかのハーフが出ちゃったんだけど。まあ、でも、ちょっと取っておこうかな。最終ラウンドに取っておこう。あ、おお、よかった。使わなくてよかった、本当に。ねえ、ショットガンさ、多かったからさ、怖すぎるよな、なんか。じゃ、普通に今回、じゃ、B 正面行ってみるか。ショットガンとは戦いたくはないです。あ、2回取ってくれてるな。1回でショットガンの反応あり。引いてったね、引いてったね。で、1枚最奥に SR がいたから、これは多分深追いしたら死ぬやつだな。もうちょっとセンターで待ってみましょう。ちょっと待って、この人、やめてやめて、忍じゃないじゃん、あなた。あ！よし。てか、味方の、なんか、SR めっちゃキルしてくれてる。当たった。OK！ よかったー。スナイパーだったね。ショットガンじゃなかったね。さあ、ハープが出たということで、うわ、これどうしようかな。どう行こう、使って。
多分また B に固まってると思うんですよ、敵さん。だからちょっとセンター最初見て、いなかったらハープ使って動こう。突露。A 側は来てんな。あ、今いたね、ロング。A 下がってったね。センターいなそうじゃないこれ。全然映ってね。裏取る。おお！なんでだー！なんでだー！ほんまに意味わからん。いやこれ終わっちゃうんだけど、多分この試合。マジで全員やれた。全員やれた気がする。もう嘘でしょ。お、どうなってるこれ。解除され、解除されてる。ちょっと待って。な、解除されてるんだけど。さあ、もう僕はね、今回最速裏取り行ってみましょうかね。もうみんな味方 B 行っちゃうからさ。こっちは仕事ないんだよな。外した、最悪。もう大裏行こう、大裏。急げ。巧みに2つを使っていく。よし、いやー、うわー、21キル。いや、絶対ハーフ出てたらもっと伸びたけど。もう本当に。何やこの試合は。